皆さんどうもママドルです。ということで弟そうちゃん、はい、そう八郎だからそうちゃん、はい、今日もプリティな感じね。今日のエプロンぜひご覧ください。かわいい。どうでしょう。アイドルになった気持ち。イエスの枕で言えばイエスっていうなんかさ目印にもなるさ。あんたこれでさコンビニ私今行ったらさ多分スプリンクラーとか水がジャーって出てきてサイレンがねいっぱいなると思うわよ。さて、はい、今日伺いたいのは、ええ、メガネをいつもかけておりますが、はい、視力はどれぐらいですか。私の視力は、こちらのカメラさんよろしいでしょうか。これこれどんどん私の目がカエルになりますね。カエルになりますね。 0.06 です。うわお姉さんの顔も見えませんよ。嘘だよ。ちょうど今綺麗。あのシャガかかって。シャガかかって。視力低下を少しでもあの抑えるのに効果があるとされている栄養素があるの。なんだろう。全くわからない。まず食べ物で言えば実はトウモロコシなんです。皆さん。トウモロコシ。はい。トウモロコシのこの黄色い色素ゼアキサンチン。ゼアキサンチン、はい、はい、ゼアキサンチン、これ目の色をですね感じる細胞に大変必要な栄養素で、不足すると光によるこの何酸化、光による酸化を受けやすくなっちゃって、ね、60歳以上で視力の低下が起こりやすくなると言われているわけ。この栄養素が不足すると、まあじゃあねもろこし食べないと、まあ、お互いの視力のためにもですね、はい、あの有坂先生に、はい、今日はトウモロコシを使ったお料理を作っていただきたいと思います。はい、ゼアキサンチン。ゼアキサンチン覚えてください皆さんも、はい、ゼアキサンチンを摂取して目を保ちましょう。はい、行きましょう。はい、メガネを取りました。行きましょう。どこ行くなんかだから先生のところこっちだよ。あっちこっち。あっそう。この番組は皆さんに幸せのレシピを紹介するお料理番組です。ごちそうライフ3ということで、シェフで料理家の有坂翔太先生です。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくでございます。この素晴らしいトウモロコシプリプリ。素晴らしいですね。いやこれ千葉県産のですよね。トウモロコシ違う。今旬でしょ。今旬でっか何を。あのね、未来とかあの千葉県では取れるんですよ。で毎年送っていただいたり沖縄の方にするんですけども、あのねこのプリプリ感、一粒一粒のプリプリ感が光ってますね。でこのふさふさのヒゲが元気ツヤツヤですよ。素晴らしい。今日はこのトウモロコシを使ってどんなごちそうを。はい、今日は、うん、トウモロコシとエビのかき揚げ。やったー、かき揚げ、はい、しかも丼仕立てで。やったー、そのままランチになっちゃうね。いいですね。嬉しいですね。はい、さあそして私たち先生何を作ればいいんでしょうか。はい、さあ、たたきナスの梅あえ。たたきナスの梅あえ。ナスも夏野菜の代表でございますけれどもね、はい、このもうツヤツヤしたナスを使って美味しい、はい、じゃあお料理を作っていきたいと思います。はいはい、ではよろしいでしょうか。はい、参りましょう。はい、はい、レッツゲットクッキング。さあ行きましょう。はい、どうぞ。ありがとうございます。ナス、たたきナス。梅干しの実をナスをラップに包んでレンジで3分ほど温めます。梅干しの実をナスをラップに包んでレンジで3分ほど温める。なんかした。はい、了解。大丈夫、了解。大丈夫みたいです。大丈夫ですか。はい、ナスは切ってきますんでね。よいしょ。ねえ、このプリプリすごい、ね、美味しそう。あの生で食べれるトウモロコシも出てきてるらしいですよね。これも生で食べられるんじゃない。食べられるよね。だピュアホワイトですよね。あ、それそうだね、うんうん、ピュアホワイトっていう種類があって、ね、そう、そうすごい新鮮、甘そう。よし、このヒゲも食べられますからね。あのこれかき揚げに入れられるんだけど、あのなんだっけ、美味しい。韓国ではお茶、あの干してお茶にするんですよ。ヒゲのお茶。ヒゲ茶。うん、ヒゲ茶。ヒゲ茶。うん。こっちおで。やっちゃった。手あげて。脇毛。ボーボーよ。ボーボー。じゃあその下は？放送禁止よ。やってもいいけど。それは夜のごちそうライフ2-3でね。さあ、ナスを、ね、どうでしょう、こう
夜のごちそうライフ4ってどう？いわゆるゴルフの中19番ホール状態でさ、なんかそれどう？やれない？夜も面白い、面白いですね。それそれもさ、あの赤坂のさ有坂先生がやってる店でやらない？あの収録、ええ、なんかよくねそれ。夜のごちそうライフ4。ちょっとフォロワーなんですかそれは。いや、あ、ちょっと大人みたいな、なんかこれこのままラップでよろしいんですか。ちょっと何やってんの、どうしたんですか。ナスをラップに包んでレンジで3分。いや、普通ここにこれかけてやろうって思わない人は1本ずつお料理をいかにしてないかっていうのが本当に怖いわ。あのトマクシ、ね、カットします。だいたい3等分に、はい、先生これちょっとこっちカットしてからもやった方がいいね。はい、カットして大丈夫です。普通はね。トウモロコシこの粒が揃ってるのと、この上の方が粒が揃ってないところありますよね。この揃ってないところをまずカットします。はい。はい。なんか今ピカってなった。あ、LED がピカピカしてるぞ。粒が揃ってるところ。私たちが土相応に映るっていうことよ、あれが消えたら。やばい。いきますよ。はい。先週はあのかぼちゃで、先週かぼちゃで暴れて、今日はこの芯があるもので、はい、ね、はい、よいしょ。で、トウモロコシはですね、はい、1列目をまず包丁で取るんですよね。はい、なんか3列目ぐらいまで取ったら、あとは手でプルプルプルって、そうなんですね。かな、包丁で1列目。ほい。あ、綺麗に取れました。カットします。はい。ちょっとボールを。よし。あら、目に目が良くなるなんて。そうよ。ね。の成分が入ってますからね。いや、なんだ。先生、これナスはじゃ包んでそのままあの柔らかくしちゃいましょうね。はい。はい、じゃあお願いします。ラップで。1列目が取れたらですね、指で、親指で。そうするとポロポロ取れます。なるほど、包丁でこうそぎ切りにするんじゃなくて、はい、今日はじゃあその方法で綺麗にポロポロと綺麗に取っていくわけですね。包丁で切るとちょっともったいないところが出てしまうので、はい、はい、そうだよね、芯にくっついてるところもっと、おお、簡単に取れちゃう。そうなんです。これが結構気持ちいい。トウモロコシこう横に取ると取れづらいんですけど、横縦こうだと、はい、なるほど。でもこうやって取るとすごく綺麗に取れてる、ね、気持ちよさそうに取れてる。さあ先生、でこちらナスなんですけども、料理のポイントがあるそうですね、ナスについて。はい、はい、あのやっぱりナスは、はい、色がよく変わってしまうんですけども、はい、これ一個一個ラップで包んでレンジでチンすると色が飛ばないって、はい、知らないよそれ。ちょっとブスな色になるわよね。なるなる、なりがちですけど、じゃあならないんですね。なるほど。じゃあレンジで、大体野菜茹でだからとっても柔らかくならないように。自動にした。ダメ？ダメでしょ。はい、また包丁で1列。あ、お家の感覚にしよう。はい、600にしよう。今日600ワットで。私だったら1分40秒。はい。よろしいですか先生？それぐらいで。600ワットで1分40秒にして、はい、大丈夫だと思います。それぐらいにしときます。お家でやってる感覚で。800だとこの前あら大変なことになっちゃったからね。さあ続いて梅干しをみじん切りにする。はい、じゃあそこをやってください。よいしょ。はい、まあなんかさっと拭いて。またなんかさ、すぐできちゃいそうな気がするんだけど。硬い硬い硬い場合は、はい、はい、包丁で、包丁ちょっと入れてあげてください。無理にやらないように。はい、手を怪我しちゃう、はい、ね、みょうがを刻み、ナスは包丁で叩く。じゃあまずは梅干しの実をみじん切りにしてください。はい、はい、もうみじん切りも種が入ってるから出してあげてね。これ口に入れちゃうんだよね。なるほど、梅干し大好き。食べていい？種、種、種についてのいい。よし、こんな水がです。うん、酸っぱめの梅干しだこれ。うん、すごい酸っぱい。
あの蜂蜜が入ってたりとかそういうわけでもなく、うん、すごい塩の効いてる美味しい梅干し、うん、美味しい、はい、はい、ちょっと今回量が多いので調節して作ります。はい、よいしょ、梅干し食べてスッパーマンどうしようかな、なっちゃった、梅干し食べてスッパーマン、さあ、あ、まだ硬い、はい、まだ硬い、まだ硬い、そうちゃん、あとちょっと、もうちょっとじゃあ、はい、火入れします、今、はい、じゃ今度800で怖いから801分、 GO。 そして梅干しのエビを切るときに大きさのポイントがあるそうですけども先生、はい、はい、このエビはゴツ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 、粗切り、粗切り、本当に半分ぐらいですね、エビの大きさにもよるんですけども、かなり歯ごたえを残すように、なるほど、結構大きめですよこれ、ね、はい、存在感ありありね、あの天ぷらで揚げると油で揚げるとあの縮んじゃうんで、はい、なんか泣いてるから見てみた、そして蜂蜜入れますね、梅干しに、あとちょっと OK、はい、梅干しに蜂蜜を、はい、少々、はい、めんつゆ適宜です、適量、はい、ちょっとにしましょうね、ちょっと入るかな、はい、どこね、トウモロコシとエビを混ぜます、ちょっと可愛くなっちゃった、ちょっとお皿がちっちゃかった、逆だったらよかったね、これめんつゆのね、これでちょっとあえてみてもらっていい、はい、これに移して、よいしょ、ナスちゃん大丈夫かな、よし、はい、じゃあナスめんつゆもちょっと、はい、今日は緑色三つ葉、三つ葉使います、はい、こんなもんでいいかな、根っこのところをちょっと細かく切ってもらって、色が変わってないよ、ほら色が変わってない、本当だ、美人なまま、美人なまんま、普通焼きナスとかね時間かかっちゃうけど、これだったら火が簡単に通るね、なんか大地真央さんって変わらぬ美しさここに、よいしょ、片栗粉と小麦粉を入れていきます、ちょっとだけ小麦粉の方が多めに、はい、よいしょ、はい、そして片栗粉、みょうがを刻み、ナスは包丁で叩くですよ、叩くってどういうことですか先生、あ、トントン、トントンやっちゃってください、あ、そうなんですか、カットしてトントンでいいですか、カットしてトントン、一口大にカットしてトントンですね、ナス、はい、は熱いんで今、うわ、このなんか紫の色素も体に良さそう、まあ紫の色素はな、何なんだろう、お茶の間の皆さんお手紙で教えて何募集してる勝手に宛先はこちらでみたいな、うわ、なんかすごいよこれ、この色素絶対いいよね、パープル、パープル素晴らしい、はい、これ熱いよこれ、全体に粉がまぶすように、今このままだとパサパサするので、はい、これちょっと卵、卵全卵ですかこれは、全卵です、はい、全卵を溶き卵で、お粉をやって溶き卵を、はい、なるほどね先生、これ私流で切っちゃっていいですか、じゃあもう、はい、大丈夫です、よいしょ、はい、ちょっと粘り気が出てきましたね、はい、こういうこのポソポソの状態でもう大丈夫です、これは味できます、普通だとなんかドロッドロにしますよね、そうなん、そうするとイメージは、硬くなっちゃうので、はい、こんな感じ、じゃあ早速揚げていきます、これ油で入れても大丈夫ですかね、よいしょ、もう早速、はい、揚げていきます、先生は揚げていきますよ、はい、ボールか何かで、ボールじゃないお玉、はい、で形を整えます、よし、私はちょっと一口大の、これだったら網じゃくしでも形、うん、あの漏れませんね、でも大丈夫です、でこうやって叩くってあるから、はい、ちょっと、お玉ごと入れて、これ大丈夫かな、よいしょ、ゆっくり落とせば、お、はい、大丈夫ですね、大丈夫、はい、
あ、形が崩れない。そうなんです。綺麗。はい、おナスちゃんが一口大にしたんで、これちょっと叩きましょうね。じゃあ味が染み込みやすいように、叩いていきたいと思います。さあ、じゃあ包丁の手で。どう、これどう先生。うん、あの味を染み込ませるためなので、ね、うん、軽くこう叩いて。あ、あ、大丈夫先生、大丈夫。大丈夫です。顔をやめて、ボディを。どう。あ、ダメ。私のエプロン見て、そういう時は今の反動で崩れました。これああショック。ショック頑張れ。大丈夫。まあ、ちょっと叩いてこういう感じにしました、ええ、あの味が染み込みやすいように、あのちょっと軽く叩きました。まあ、軽くね、軽く軽くよ、切るというより。で、粗熱も取れました。これになります。はい、ありがとう。よいしょ。そしてみょうがを切ります。はいはい、これある程度浮いてきたらですね、一回ひっくり返します。はい、はい、お願いします。みょうがは誰が切ります。私が切ります、はい、ちょっと待って。あー、これボソッと、ちょっとなんか服もある。あ、ちょっとください。また色もさ、食欲をそそる色ね。本当にこのかき揚げさ、みょうがは刻み、なすは包丁で叩いたから、みょうがを刻む。これ何切りみたいにしたらいいんだろう。刻む。先生、これ千切りですか。みょうがは、みょうが千切りで、はい、千切り。これは切れば千切りになるのかな。あんまりみょうがってほら使わないのね、お家で。どうかしら、これも形が悪い。よし。あ、いい塩梅に程度したら揚げちゃいます。おいしそう。やっぱり初栄包丁すごいわ、切れ味がすごい、はい、こんな感じです。これは仕上げの飾り用ですね、このみょうがは。すごいわこれ。うん、切れ味バッチリ。さあ、そうこうしてるうちに、この叩いたナスに先ほど作った梅干しのソースを混ぜ込みます。みょうが一回水でさらすと美味しくなるかな。ちょっとこれ一回水で軽くさらします。ちょっとボロボロ。あ、でも大丈夫。あ、あの崩れたのは夜のごちそうライフフォーで食べましょう。よし。どこから食べる。エビ。めちゃめちゃぶっちゃり。あら、でもまあいいよ、大丈夫。なんか生活感があっていいわそうだよ、ほんとよ。パーフェクトなんで、はい。うわ、いい香り。ふりかけにします。よし。あ、いいかもしんない、それも。よいしょ。え、どう味。あ、もういい。あんまりやりすぎないでよ、またね、ちょっと染み込ませるんだよ。はい、さあ、いい塩梅になりました。こちらは、じゃあ、何に飾りましょう。ちょっとお待ちください。よし、お待ちください。こっちこっち、整理整頓していきましょう。はい、ちょっと待って。はい、はい、じゃあご飯を盛り付けていきます。はい、お願いします。先生、丼ね。はい、今日は丼です。三つ葉は、先生、三つ葉。三つ葉はもうこの中に混ざってますので。あ、それでいいですね。あ、上に飾っても大丈夫ですけども。なるほど、了解、いいですよ。じゃあご飯お願いします。はい、で、これがめんつゆですね。はい、めんつゆと、じゃあちょっと待ってよ。はい、ご飯カットするものはないもんね。
おやげー。しゃもじはございますでしょうか。しゃもじお願いします。しゃもじ、はいはいはい、ありがとうございます。ナイス、失礼。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、なんだかさ、これはちょっとよいしょ、早いくてよ、本当に取りたての、もぎたての何、はい、そのコーン、コーンを使ってすごくない。じゃこれも盛り付けます。これでよろしいですか、器そっちゃ、ええ、おなすにめんつゆと梅干しだけよ。ちょっと蜂蜜、蜂蜜と、うん、アクセントで、アクセントで、お箸、まあ、本当に冷蔵庫にあるものが、はい、味付けができちゃうね。いや、美味しそう。なんかポロポロした方がかっこいいような気がして。それでも、うん、絶対美味しいと思う、はい、まあ、2バージョンあってもいいかもね、うん、まあ、普通はこういう風な形になってますけど、はい、ボロボロになっても全然大丈夫。よいしょ、ちょっとなんていうか、裏有坂バージョンも盛り付けが見たいわ、もうあえてもこうね、ザク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 食べちゃいましょうか。いや、いいわ、いいと思う、子供たちも食べやすかったりするかも、新型かもしんないこれ。よいしょザクザクザク、有坂グルメって大好き、こういう感じが、ザクザク、この場で変わる、このザクバランサ加減がさ、なんか素敵よ。美味しそう。美味しそうだよ。はい。え、もういいの？これで OK？ あとめんつゆを。やばーい。かけるだけです。なんかちょっとなんかこう。あ、美味しい。美味しい？うん。素敵。じゃあめんつゆをかけて食べるときにかければいい？食べるときにかけます。了解ということで、はい。え？お料理の完成です。出来上がりました。この後試食です。ごちそうの完成です。試食です、イエーイ、ということで今日はですね、有坂先生がトウモロコシとエビのかき揚げ丼を作りました。なんとトウモロコシのこの黄色い色素、ゼアキサンチン、ゼアキサンチンはなんとですね、目の色を感じる細胞に大変必要なものでありまして、不足していると60歳以上で視力低下が起こりやすくなると言われているわけでございます。なるべくこの色素を良くするためにトウモロコシを食べましょうということで今日はやっていただきました、はいはい、そして私たちは、はい、なんとですね、たたきなすの梅あえを作らせていただきました。さっぱり感なんかもう見た目でもね、はい、ね、はい、夏にはさっぱりいただけるお料理です、はいはい、ではいただきましょう。いただきます、はい、まだね、めんつゆかけてなかったんですよ。じゃあ、ええ、こっちの美しい方からカメラさん行きましょうか。美しい方ってまあこんな感じでお好きなお好みで天つゆをかけていただいて、ね、はい、麺つゆ、天つゆ、こんな感じ。もうご飯の方にかけてもらって大丈夫だと思います、ね、本当にご飯の方にね、トウモロコシがすごい味が濃かった。なるほどね、はい、はい、ちょっとなんかこっち食べるのもったいないんで、僕もこっちからなんか食べたい。あっち興味あるわ。こっち興味あるよね、すっごい興味がある。綺麗に作らなくてもいいかもしれない。そうね、だってお家でやるから、あの子供たちと一緒にこう楽しくね、ドーンと、いただきます。いただきます。いただきます。この取りたてのトウモロコシを、本当これでございますね、これでございます。うん、甘い、このトウモロコシの美味しさは、いただきます。めっちゃ美味しい、うん、間違いなし。もう味付けしないでもいいかもしれないっていうぐらいトウモロコシの甘みが、うん、最高。めちゃくちゃ美味しいですね。焼きもろこしも美味しいけど、うん、こう揚げ、やっぱな、万能ね、これね、揚げもろこし美味しいね。ナスもどうぞ、おナスも行ってみよう。はい、直箸で、どうぞ、お先に。うん、揚げふりかけみたいな、うん、美味しい、美味しい、美味しい。やっぱり夏じゃん、ちょっと塩っ気も必要じゃない。だけどどの味もすごく主張しすぎてなくていい。なるほど、うん、ちょうどいいね。これもほんと素晴らしい、疲れ取れる感じのね、本当に美味しい。皆さんぜひ
番組ホームページのレシピ載ってますんで、はい、ホームページチェックお願いしますよ。もうごちそうライフ3、次回もお楽しみに。